はい、どうも、しるびです。おはこんばんちは。ちょっと歪んでる？大丈夫かな。うん、大丈夫そうですね。三脚を変えて水平器とかいろいろ実施しまして、割と以前よりは歪みが少なくなったんじゃないかなと思っております。環境もいろいろ変えるとね、なかなか雰囲気が変わります。今はね、ゲーミングデバイスいろいろ新しいのちょっと試してまして、まあ、いずれレビューとかもしようと思ってるんですけども、ちょっと今言ってもカチャカチャ言ってると思うんですけど、ほとんど音がしないと思うんですよね。そのキーボードの音ですね。キーボードの打鍵音がしないっていうのは、今メンブレンキーを使っております。メンブレンはこうやって音が少ないですね。そういう意味で実況プレイとかをするんだったらメンブレンもありなのかなという気がしますね。結構入ってきちゃうんだよ、音がね、カチャカチャカチャで。あれ気になる人は気になる、めっちゃめちゃ気になると思うんですよ。申し訳ないですね。おっと、ピラチ、まあ、ガンガン高コスト使ってみます。ちょっとね、流れ良くないんで、まあ、落ち着いていきます。落ち着いてやれることはやりましょう。私のために存分に働いてもらうぞ。あ、ギャンいいっすね。金欲しいな。ちょっと殴られてますけど、このライン戦苦手ですね。こうなるとね、結局誰か出ようぜっていう状態になってしまってですね。私が一番前に出てる。相変わらずいつものことだ。見られるよ。だけどありがとう。玉回復だってね。礼を言わせてもらう。おせっかいかもしれないが、ちょっと格闘変えました。格闘をノーマルにしました。どうなるかなと思って。ほら来た、戻れない自分のところ。伸びがいいですね。今までちょっと伸びがなすぎて嫌だったんですよ。嫌ってなんだって感じですけど、伸びます。これはそれで若干隙があるかなっていう感じ。あと火力が全然ない。あそこはね、トレードオフですな。まずは回収が先決だ。そうであってはな。回収優先。まずは回収が先決だ。助けさせるものだ。やられるとは。OK。ノーマル伸びますね。いいぜ。火力はないけどね。これでも一応マックスまで強化してるんですよ。勝てって、どんだけか。しかも婚活じゃないんで、なおさらですね。これ婚活だってまあ試し変わってんの。案外婚活そういう意味ではいいかもしれないですよ。こいつ格闘強いですよ。ノーマルの方がいい。D 式より。当てやすい。当たらない格闘は火力あっても意味がない。圧倒的で申し訳ありません。禁止ですよ、こっちも。ね、ノーマルいいっすね。おすすめ。ただ火力はないよっていうのだけ覚えておきましょう。火力はない。だから割とこのプロガンとかはワンコンボでこかしたでも倒せないかもしれないっていうことを前提で打つといいですね。ネズミがいた。
どこだ。やらせません。ザクでも頑張るよ。だからこの時にそのポイントボーナスか相手のゲージががっつりがっつりって呼ばなくてもいいんですけど、まあ使ってる人に対してのポイントボーナスは必要だと思うんですよ。そうすると低コストでも上位コストを狙おうっていう気持ちになる、モチベーション一つ。それとは別に選曲ゲージへの影響、そうすると選曲ゲージはやっぱザクと、コストだいぶ違うわけですよ。ガンダムはね、プログラムもゲル軍もそうです。だからそういう時は選曲ゲストがガッツリガッツリっていうほどじゃないですけども、普段よりもちゃんと減るようにする、目に見えてね、そうすれば安易なその上位極端でね、上位機体への偏りっていうのも是正できると思うんですよね。そういう部分でそのバランス、武器バランスとかそういうのを変えるっていう以外のところでもできるアプローチはできるんです。そういうのをぜひですね、重要だと思うんですよ。好き勝手やられちゃ困るんだね。本当にたったそれだけでできるんで、やってくれっていうのを要望として挙げているんでございますけども、楽じゃないですか、運営としても。ね、それでできるんなら、いちいちね、バランス変えるとね、弱体化とか入ってくると、やっぱお金、これね、やっちゃったのはもったいないのは、武器の強化するに金がかかるにしちゃったんですね。だから生地ね、弱体化がしづらい。おっと、結構削りますよと思うんですけどね、昔から思うんですけども、その本拠地へのダメージもアップっていうのも大事だとは思うんですけど、そういう防衛戦とかで、ね、そうすれば、まあもちろん高コストは強いよ、だから 低コスト量産機ならではの特徴があるんだよっていうのをね、差別化できるじゃないですか、ね、たったそれだけでやったらいいと思いますよ。それこそ原作通りという感じじゃないでしょうか、ね、プログラムが、まね、ガンダムが溢れてるのが原作に沿ってないよっていうんでしたら、そういうアプローチはあるわけですよ。なんでこけてっすか。ちょっとブースト足りなかったですね、なかなか難しいです、こういうブーストの使い方は。さあ、僅差なんでね、気を抜けない。やっぱザクシリーズはメイキですね、グフはね、ズダと被ってるんですけど、まあ、ズダがちょっとかわいそうですよね、グフに完全にポジション食われてますよ。あれポジション食われてるっていうか、グフがいるところにズダが来ちゃったんで別にあんま変わんなくねみたいな感じで来てますけど、よいしょ、チリも残さない。攻撃が多いんですね。攻撃が10人もいらないと思いますけど、まあ、ただグリーンマカクは別です。あいつは銃撃なんで、あいつが増える分には別にいいんですけど、ザクタンクとか別にそんなにたくさんいなくてもっていう。感じではあります。次は成長してこい。
なくてはな。敵はうごたいです。そろそろ潮時か。下から撃たれてる、なんかやたら撃たれるって感じなんですよ。ちょっとここまずいな。いいっすね、その補給ビーコン。いいね。ここまずいね。いけるかな。いけるいける。弾が切れた。ちょっと回復に戻ります。あ、ちょっとこれ、そう、ビームライフルゲーすぎるんで、まあ、そういうね、ぜひぜひそういう差別化をお願いしやすた。ここから始めるぞと思います。あーわい、がっつり削られた。大事だと思いますよ。中央のあれをどうにかしたいですな。まあちょっと一度使い捨てお、面白い。タカゴプターが来た。なんかちょっとカクつくのは部屋があったかいか。いやちょっとね、環境を変えましてね、パソコンのその位置を変えたんですけど、その送風の関係をちょっと変えまして、あまりその排熱の環境、排熱がそんなに強くないんで、もしかしたら、もしかしたらですね、そういうのでちょっとカクカクしてんのかなという気がするんですけど、ルビー来てるね。もう一匹来てるね。みんなネズミ放置しすぎじゃね。なんでそんなにマップ見てねえんだ。バカ見ろよ。まあもうここはね、こっから来られるとまずいんで、上から一人上に行きましたね。ジャンダンスもあとわずか。なんとか乗ってくれ。そう、しっかりと。もう少し。よし、撃破成功。で、何、そうね。そういうのが欲しいですよ。命がけで回収よ。いや、いいと思うんですよね、今ので。今のでやる部分をやって、そういう差別化をしたら、さらに面白くなるんじゃねえでしょうかという提案の一つでございます。別に今のはダメとかじゃないんですけど。と思
思いました。わしはそう思うだ。作戦時間は残り5分です。そうでなくてはな、そろそろ仕事けが。まだバズーカが一発あるで。あと4分ですね。敵結構倒してますな。倒してアシストが多いんですけど、まあそれでも十分十分。味方が倒してればいいです。では、行くぞ。うん、彼はずっとネズミを意識してますね。回収完了だ。こうなったら、ね、ここはもう、あ、倒しましたね。やっぱ強襲軍の方がいいですね、このゲームは。てか、まあ銃撃がもっと早ければいいです。アクトザクでも遅い。ポストあれであの遅さみたいな。で、武装も銃撃って言っても、ガンダムと同じぐらいじゃないのみたいな感じでした。次は成長してこい。そう、ちょっと遅い。いい流れ。修理して元に戻れば万々歳よ。と思いました。回収優先、まずは回収が先決だ。おい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 いや、もうプロガンの慣れましたけど、慣れましたけど、これ真下にいましたけどみたいな真下にいましたねっていう、おいら真下にいたけどみたいな感じですね。ひどい。相手の画面で当たると確実に当たるっていう仕様なんでね、悲しみを背負いまくりますな。いや、しかしザクは名機ですな。こけてるし、ビームライフルでこけた。こんだけ。ヘッドショット、バックヘッドショットでも死なない。まあヘッドショット特性とかあるのかな。そんなこけるほどバランスは低くないのに。まあなんか受け身システムが実装されるとか言うんですけど、あの私はですね、そういう新しいシステムが実装されるとき、一番私はあのモジュールのその点灯時間防止短くするっていうモジュールが超、あ、これ超楽しみと思って実装されたら、もうなんだこれ全然意味ねえじゃんみたいなのがあったので、割とですね、前つばです。回収優先、本当に回収が先決だ。発見されました。急いで破壊してください。何、すぐ破壊しろ、急げ。ですって、上にいるな。いやー、ジョフさん、いい機会ですね。うわー、戦艦が来ちょる。あれ、どうしたらまずいな。しかし、こっから攻撃する手段がない。銃撃をちょっとどうにかしてほしい。なんか考えてはいるらしいんですけどね。この程度です。あまり関係ないところで敵を倒していく。また敵を倒すとその分若干ゲージが減るんでね。あと10秒戻ってもしゃあないんで、いきますよー。
5秒。怪獣怪獣終わりました。まあやっぱここは少しやっぱこの今一番北極に北極が早く復活してほしいんですけど、あそこも多分補給ビーコンが来るでしょうという私は踏んでるんですけど、この戦闘の戦績報告です。まあそこに次楽しやってて楽しいマップですね。その全体に動くじゃないですか、マップが。マップの全体をうまく使ってやるって感じなんで、非常に報酬が届きました。やっていてですね、するコンテナを選択してください。緊迫感がありますね。ネズミの処理もそうですし、こっちも行ければ行きたいしみたいな。ネズミより本当はね、高機動ドームを持ちたいんですけどね、高機動カスタマイズが来なかった。あれは本当に悲しみでした。高機動ドームをね、高機動ドームをどっかにね、おまけでエクストラガチャで出ろっていう感じですけどね、思っております。そんな感じの1月1日2014年がどんどん進んでおります。2014年の第2試合かな、そろそろ2日目となろうとしております。それでですね、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。